次のレース行きましょう。最終まだ金あるんで。いやー今4万っすよね。もうでかいっすよ、激でかっすよ。5日分っすよ、ね、あのスタートで5日分、バイト代5日分っす。日雇い銀行に入ってるもの全通。え、マジっすか。はい、今日だから本当にとんでもない、本当に100万っていうか、本当に絡みに、もう紙に噛み合ったら奥までやるんです。ギャンブラーで、はい、銀行口座とか使ってるやつ、はい、もうやれてないっす。え、どういうことっすか。ちょだます。あ、ちょだま。今からちょだま全部下ろしてきます。え、マジっすか。え、間に合うわ。マジドラマチック来てる、マジやばい。スマップの森くんが50万ぐらいは、4万かけてるんで、50万ぐらいまでは全然。うわ、スタート、また変だ。よし、帰りましょう。外れました。外れです。え、いや、まだレースやってます。あ、見えてます。外れてます。もうダメですか。もうダメです。ちょっとテンション下がるな。いや、早かった。ちょっとびっくりしましたね。あれがやれてるやつのスピードです。そうなんですか。はい、誰よりも早く、負け確信したの僕です。あー、確かに早かったですね。はい、スタートでもう、あれも無理ですよ。ちょっとなんか来た。あ、確定です。はい。え、何ですか。これ超合金レースです。オリハルコンレースです。これもう、青山周平っていう、とんでもない人いるんですよ。もうこれ、人外の化け物が次のレース。で、4時35分かな、ちょっと長いですけど。次のレース、そんな暑いレース。次のレースは、もうはっきり言って、もうギャンブルっていうよりは投資に近いです。あ、投資。はい、どんだけ突っ込めるかの投資です。あ、だからこのテンションでいられるんですよ。どうせそこで戻せるでしょっていう。へえ、そんなに信頼がある選手なんで。てか、青山は本当のお化けだよな。とんでもないです、本当に。とんでもないです。あ、協定でいうミニ選手みたいな。あ、そうです、そうです。レベルの本当に。マークカードをお入れください。ありがとうございました。お金をお受け取りください。5000円余ったんで、これも違うの買います。ああ、なるほど。全部3万です。全部3万。このレースは、まあほぼ八百長内掛け当たりです。18が81です。見なくてもいいぐらいだよ。もう帰れます。そんなレベル、はい、あとは何倍が当たるかっていう。なるほど。当たってはいますね。ここにいる人は全員この目だよ。多分そうです。全員この目。それしか買えないです。これしか買えない。むしろ青山が刺すか、そうです、逃げ切るからどっちかしかないんです。一番きついのが青山周平の2着ないよな。普通に頭だよな。いや、3が出てるな。8も青山はどうだ、追いつける。青山は大丈夫、青山は大丈夫。すごいなこれ。うわ雨だよ。あんないけんすか。えぐいわ。あそこ抜けるってあるんすか。うわ
3早く捕まえてほしいですね、うん、いや3捕まえらんないぞ。あと何周じゃ一番キソいって言ってたやつになるよこれ。なるっすね。ラスト1周？いや、あと2周っす。うわ、すごい、詰まってる。あと1周あるよ。うわー、よし、いけ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 、ありがとうぜ。よし、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 とりあえず当たった。すげえ。とりあえず戻した。逃げろよ。お、十何倍っすか。1アタは？すげえ。ちょっと弱いっす。1アチさんでしょ。ちょっと弱いっす。弱いけど戻ってきて何倍？いきます。はい、はい、マジかよ。7.4倍。おまっせるじゃん。え、最悪だ。何が起こったっすか。え、あんな。え、何が起こったっすか。8頭でした。激安目です。一番人気です。 5.9 倍です。これが青山周平です。えぐくないっすか。来るっす。青山周平はえぐいんすよ。だからもう18しかなかったんですよ。これは青山周平はもうもっと絞って。7700円です、はい、おめでとうございます。おめでとうございますって言われちゃいました。負けてるのに。17万が1万7000っす。もう1万7000。あ、さっきの3万が1万7000。はい、これ見てください。最後100万諦めてるやついる？マジで今100万諦めてるやつもうここに残れ。船降りろ。本当にこっから出たものは100万円を望むもののみ。それ以外はもう船降りてくれ。もう一度言う、はい、こっから先は100万円を望むもののみくぐれる。本気、本気でもう遊びいらない、はい、いいのよそれ。いやもう負けてるから。今ちょっと現在、1万7000円今財布にあって、1万7700円ですね。で日ハムが今5対2で勝ってるんで、はい、まあ、これ勝ったらまずこれで10万が20万になります。でこの1万7000円なくて今日奇跡のさっき生き死に話してた俺たちの友達の競艇選手の石田が、はい、今日ナイターでえ走るみたいなんで、これマジでやります。とんでもないです。とんでもないです。これこんな、もうこんな展開で、先ほど言ったように言うと競艇選手の子とかが連絡くれて、ご飯とかね、サトシとか一緒に飯食いに行ったりとかして、その子のインタビューとかで僕が3000円で作ったパーカー1万6000円とかでぼったくり価格で売ってるんですよ。まあ、ドラマチック価格なんつって
で、そのパーカーを着てインタビューとかね、受けてくれてるとか見て、見ると、やっぱなんか、いいなと思いましたね、すごい。石田くんっていうんですけど、はい、石田くん、すごいなんか友達だったんでいいんですけど、はい、一着来ないんですよ。だから石田くん買うときは、全然石田全然石田がおすすめ。全石田くん、全石田全は攻め。おすすめですね。で、先ほど言ったように石田頭ないです。頭ない、あー一着ないっす。高は、高はそういう男じゃないんで高は永遠の2番手って永遠の2番手なんで全高全全然高でいくか。あーさっき言ったやつね、ほんとに。でも高何コース好きなのって言ってた。5コース好きって言ってたけど今日5コースなんですよ、あいつ。そうなんですよで、協定の5頭って変えないんですよ。ああ、5頭、はいはいはい。インコースのやり合いじゃないと5って頭で持ってくれないんですよ。うん、なんで、その辺ちょっと聞くけど。まあでも怖いっすよ、頭は。ここでタカが、気合い入れちゃうかもしれないです、もしかしたら。タカ全然、タカマルチの全、タカの、タカのマルチなんで 1の5だと。お前今いくら？確認してみます。ちょっと見ていいっす。見る前にいくらあるか聞いとくわ。見ますか。正直言ってもいいですか。2万8000ぐらい。なんまえぐいっすね。じゃ俺よりあるのはえぐいって。それ正直いいんすか。今全然足りたんですね。ええ、俺よりある。ちょっと待って待って、お前マジで盗んでる。いや、じゃそれか4っす。違う違う、だけどこんだけ高高言ってて、タカ買わないまであるか。むしろタカ買わないまでいかない。高なし。高なし。いや、高なしで買った時に、タカがこの動画見て、ちょっとショック。悲しい思いになるのだけは。そうですね。で、タカもこう見てくれてるんで、これも。ああ、そうなんですね。ありがたいですね。いや、本当はね、友達だから、頭で買いたい。タカ全然できたんだけど、そうですね、タカはやっぱ2、3着のタカだから。そうなんですよ。高マルチでいいんじゃない。それはもうお金じゃなくてロマンを、はい、タカが1着だった時に、はい、とんでもないことになるから。いや、まあそうっすね。それはとんでもないことになる。5万シュートがあるよ。ないか A2 だったら。 B1 だもんね。相手 B1 ばっかり。いやいや無理っすよそれ。無理っす無理っす無理っす。暗くなりましたね、だいぶ。いい時間っす。ちょっと口座にお金入れようじゃ。いやっすちょっとで寝てました。いや待ってください、考えてた。どういう展開が一番来るか寝ながら。え、寝てないっす。でも本当にこれ寝るの棺桶の中だけでいいんで。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 3万2,000あります。お前より、お前の半分しかないんだけど。3万いくじゃ、1万5000で。で、その人1万5000で、3万で、高全然、いいんじゃない。ちょっと、あそこだから入れるとこ見とくわ。どういうことですか。いや、このギャンブラーあるあるあるで、うん、その馬券の飲み行為って言って、買ったふりするっていうパターンもあるんで、一回ちゃんと入金してるか見ないと。ちょうどよかったさ、そこのATM が近くの。ちょっと前出していいですか。え、いや、出さないで。なんで。いや、ここが一番確認できる。なんかちょっと気まずいな、いられる。恥ずかしいじゃないですか。いや、ないけど、大丈夫。生着替えみたいな。大丈夫、ちょっと眠たいから、本当に。たまに一緒に行ったりとかしてるんですけど、本当に正直2、300枚減ってるともう分かんないじゃないですか。はいはいはい。じゃあ、その
台の奥底にある携帯なんか副業してる？おかしくない？ご豪邸のタカ、はい、ご豪邸のタカがたまたま走ってるんで、これ本当たまたまなんですよ。そうですよね。たまたまで、この前飯食った時に5号艇が一番好きなんですなんつってたんで、うん、むちゃくちゃ重なってるんですよ。なんで死に場所はここだよな。でもそうっすね、死ぬんだったらさっき3万円それ入金して、もうタカ全買い全通り買い、タカが3着以内に来れば当たり、来れば当たり60通り、60通り1目500円、1目500円でちょっと一応疑ってるわけじゃないけど、最後その確認だけします。そう、一応一応もうこんな感じです。これまだ確認しづらいように潰してるところもないよね。大丈夫、ちょっとすいません、ちょっとこれもうこっちの携帯はあんまりもう繋がってないんで。3万円、はい、じゃあ、はい、次で60通りですね。ドタカメとか来ると200倍とか普通にあるもんな。そうですね、一番高いところで多分700倍がありましたね。700倍、もう600倍とかで、はい、あ、800倍近いね。まあ、とんでもないのが刺されば、60倍以上刺されば戻ってきます。戻ってきます、60倍以上。まあ、けど今日実は僕日曜日今日勝ってるからね。あ、勝ったんすね。勝ったんすよ。あー、負けてないんすっけ。そう、だからもうウイニングなんだよ、あれ、これ、実は。あ、確かに。本当ですか。僕だけ1万5000負けてるみたいな。いや、盗んだ感じ。前からすいません、すいませんって言っちゃってるから。これこれもしかしたら目標とする場所で僕の名前出ることです。多分出ますかね。目標とする人がで、石田くんとこがジョージさん、この次ですね。多分パーカーも今日絶対着てますから。あー、着てくれてるかもしれない。着てなかったら そういうとこです。まず着てないです。レイさんになる前はサッカーをやってました。こいつダメだ。自分の買い時はリズムがいい時です。こいつふざけちゃってるもん。目標とする人は部長に言います。アリーベテルチ。もうなんか一人だけチャラチャラってなったね。おかしかったですね。クレがおかしかったですよ。完全に様相しくおかしかったです。だいぶやっちゃってたっすね。帰りましょう。こう上がります。もう無理です。これ無理です。ちょっと一回戻してみ、ちょっともう一回戻してみます。ちょっと待って、高さ、ちょ待って待ってもしかしたら黒井さんにお世話になってます。レイさんになる前はサッカーをやってました。自分の買い時はリズムがいい時です。目標とする人はブチャラティです。アリーベテルチ。無理です。無理です。だいぶふざけてますね。だけど、あそこでおちゃらけれるって、ちょっと精神的に余裕あるのかもね。ガチガチよりかはいいんじゃない？そうっすね。そうっすね、確かに。はい。これが本当にどうだったかってのは、この後の結果見るわかるから、うん。ただ僕たちのその予想を覆してほしい。長寿さんのことは、一言も言ってないですね。お伝えしました。それでは第7レースのリプレイをご覧ください。水面がえぐい波だってます。これめっちゃ熱いね。熱いっす。激熱っす。てかこのパターンしか買えないっす。買えないっす。当たらないっす。逆に。おー、これマジ激熱っす。これめちゃくちゃ1転覆まであります。そんなに。いや、これマジで、はい、むちゃくちゃ強風ですよ。波が結構すごいですね。確かにここまで風強いのが今もう中止であるパターンもあるんですか。いや、もう中止洗い戻してさ。今の道をご覧のように断続的に10メーター以上、時には15メーター以上の断続的に強い風が吹き抜けております。高い波も出ております。8レース本番レースのピットアウトを見合わせております。ゲストの皆様には本日再三お待たせをいたしましてご迷惑をおかけいたしますが、どうぞ今しばらくお待ちください。これ中止になるパターンです。走ったら激アツです、マジで。
や、本日って言ってたから、多分どっかのレースで見合わせがあったんだ。ってことは。だけど基本的に公営ギャンブルって、払い戻しするとお金が国として損するから、ゴーしたいのよ。はいはい、そうなんですね。そうそうそう。だから中止って本当に苦肉の策なの。はいはいはい。もう本当危ないっていうか危険っていう感じですよね。そう。だって、どんなレースでも、そのうちの 25% 以上は国が儲かるわけだから、やらないって。その選択肢はやべえ。高い波も出ておりまして、現在第8レーススタート、第8レース本番レースのピットアウトを見合わせております。ゲストの皆様には大変長くお待たせをいたしまして、ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞ今しばらくお待ちください。この状況も続いております。第8レース本番レースのピットアウトを見合わせております。ゲストの皆様には再三お待たせをいたしまして、ご迷惑をおかけいたします。どうぞ今しばらくお待ちください。現在強風猛波浪、高い波の状況も変わっておりません。第8レース本番のレースピットアウトを見合わせております。大変長くお待たせいたしまして、ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞもうしばらくお待ちください。本日のレースは強風のため8レース以降中止となります。明日がそのまま最終日、優勝戦が行われます。明日改めてのゲストの皆様のご来場を待ちしております。本日は強風猛波浪、ドラマチック対決ここに来て中止。そんなことあるんですか。これがドラマチックです。ドラマチック足りてるな。ドラマチック足りてます。もうこの死ねないっていう。死ねない。死なせてもらえないっていう。今日にこういう日に限ってはもう追いギャンブルやんないっす。あ、そうなんですか。もうこれは俺やめれます。今日はもう逆に持ってるっすね。逆に持ってる、生きた。いやでも本当ありがとうございます。長い時間いやこちらこそありがとうございます。いや良かったです。まだね、今日もちょっと結果的に勝てなかったっすもんね。あ、でも勝てんすよね。野球は勝ちました。はい。で、ジョージさん的にはプラスけど、まっ17万朝の時点で17万6千あったのが今19万5千の1万5千だから3万勝ちすくらいですから、ね。わあ、でも3万勝ちしてるんですね。誤差っす、3万は。3万差っす。はい。いや、じゃあまあちょっと引き続きまた帯シリーズちょっとやっていいですか。ちょっとぜひぜひもう来月にでも。これ、本当にもう、はい、クズロクの、はい、その俺が帯取るまではその名物企画みたいな感じで。あ、いや、それぜひちょっと出してほしいですね。はい、お願いしたいですね。面白いです、本当に。やっぱ見たいっすね、僕も。ここまで来たら本当に。本当だからギャンブルでも泣けるんだっていうのを見させるんで、見てる人が共感して、その WBC の大谷翔平選手の泣いた日いっぱいいると思うんですよ。はいはい。それを俺本当に音歌時間に多分五刀流とかやってるんで、ギャンブル界で、もう競馬競艇音歌時、うん、ギャンブル界の大谷翔平って見せます。大谷超え。大谷超えですか。超えです。で、それをちょっとまたどっかでまた見せたら。いいですか。また5月、はい、5月か。そうですね。4月なんで、はい、また。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。佐藤さんもありがとうございました。いやー、すみません。ありがとうございます。よいしょ。またよろしくお願いします。On the line. Bad bitches every city in my tribe. Look behind. Booty dominate the world, peaches ripe.Check my baby G shock, said it's time. All my thoughts linked up, multiplying, no divide, dropping hit after hit.